皆さんこんばんは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日はですね、ボトックスをもしあなたが受けてですね、効きすぎたと思ってしまった時にぜひこの動画を見ていただいて、どのように対処したらいいのかということをお話ししていきたいと思います。結論から言うと、まずボトックスはいつかは効果が切れるんですね。3ヶ月とか4ヶ月待てば元には戻ります。とはいえですね、じゃあ仮に3ヶ月と言われても、その3ヶ月待つのが不安、あるいはもうこんな顔で人と会うのも恥ずかしい、困りますっていうぐらいの状態の方もいると思うので、そもそもボトックスが効きすぎたっていう状態に関してお話をしていきたいと思います。まずですね、ボトックスが効きすぎて笑いにくいとか、表情に違和感があるとか、それぐらいの場合は割と3ヶ月と言わずとも、もう 1,2 週間様子を見ていくと馴染むことがあります。ちょっと書きながら説明していきます。例えばですね、注射ボトックスを受けた日、すぐは効かないですよね。通常ボトックスというのは効果が発現してくるのにまず3日ぐらいかかります。おおよそ効果が安定してくるのが1から2週間という感じです。もし今私ボトックス打たれて、今なんかもうすでに眉がなんかこう変な形になってるということがあったら、一個可能性として考えられるのが、クリニックさんによってボトックスを作るお薬の作り方で本当に微量麻酔を混ぜてる場合があります、麻酔のもし混ざっている作り方がされていた場合、麻酔が効くのでその筋肉が動きにくくなるということはあります。麻酔のその拡散の仕方によっては。なのでもし受けて直後鏡見たら眉の形が変じゃんっていうことになったら、比較的焦らずに、歯医者さんの麻酔と一緒でね、数時間すると麻酔が切れてきて、もう半日もしたら一回元の状態に戻るっていうことなんじゃないかなとはまず一個思います。例えば仮にですね、5日目ぐらいの状態、4、5日目の状態ですと、そっから効果のピーク 1,2 週間って言いましたけど、この間までにより悪化する場合と改善する場合があります。どういうパターンかっていうと、例えばこれがよくあるのはね、1個はね額、もう1個はエラ。筋肉がある程度エラとかも大きくて、打った時に筋肉って、例えばエラもこう3つぐらいの区画に分かれてるんですね。それがまだちょっと全体に薬が効きってない、一部が特に効いてて一部がまだ効きってない時に、最初どっかだけ効いてどっかが効いてないムラになってる状態だと、仕上がりがすごく不自然になったり、ボコボコしたりっていうのが起きたりします。額も例えばこうちょっと真ん中の方が最初に量が多く、例えば入ってて、そう効いてきて、まだ外側が効き始めてないとかいう時には、あれなんかここが上がってるなと思ってても、こっちまで含めて全体がもうちょっと効果が完成した時にちょっと良くなるっていうパターンもあります、たまに。ただほとんどの場合は残念ながら、あーやばいなーと思ってたら、どんどん症状が強くなってきて、やっぱり 1,2 週間目ぐらいが効果のピーク、いずれにしろでもこれって医者側打った人は店に来てもらったらある程度判断つくんですね。見て、あちょっとこれは失敗だなと思う場合か、それか、あもうちょっと待ったらこれ良くなるので、もうちょっと数日待ってみましょうっていう判断がつく場合が多いんです。ですからもしこれを見てて、はあどうしよう聞きすぎたと思った場合、本当にご不安だったらクリニックにお問い合わせをされて、打った先生にちょっと一回経過を見てもらいたいと思っているんだということをお伝えいただいてもいいと思います。伝えた時にですね、修正が可能な場合と修正がなかなか難しい場合もあるんですね。それも正直私たちは分かります。電話もらって、例えば眉毛がね、額にボトックス打ってもらって右側だけ眉尻が上がってるのっていうことを言われた場合は、これは実は額の外側にボトックスを追加したら修正ができます。そういう場合は来てもらって修正が多分可能なことが多いです。
ただですね、もう聞きすぎて今ね、メガネ両目ともすっごい重くてね、開きにくくてね、二重幅が狭くなってね、目つきが悪いって主人に言われたんですよ。この電話の場合はもう聞きすぎてるっていうことなので、そうなると正直効果がピークアウトしていく、ここまで待ってもらうっていうことにならざるを得ないことが多いんですね。ヒアルロン酸という治療は、ヒアルロン酸を溶解する注射があるので、溶解剤を打てばある程度リセットできます。ところがボトックスは溶解剤というのがないんですね。ただ一個だけ実はボトックス修正をする注射があるんですね。これはそんなに有名なものではないんですけれども、うちのクリニックだとオビソートというメニュー名でやってますが、アセチルコリンの塩化物のお薬です。どういうことかっていうと、ボトックスというのはそもそも医学的にはですね、この筋肉に動くこの神経の、伝達をするときに関わっているのがアセチルコリンという物質です。このアセチルコリンの伝達を減らすことによって筋肉の動きを弱めるというのが、そもそものボツリヌストキシン、ボトックスの製剤の作用基準なんです。だからアセチルコリンの塩化物であるオビソートと薬を補ってあげることで、神経伝達物質を増やしてあげることで動きをちょっと補強する、補充するってことができるという考え方なんですね。ところがこのオビソートってお薬を積極的に使う先生はあんまり多くないんです。理由としてはですね、これ打ってそんなに劇的に効くわけではないっていうところなんですね。効いてる期間も短いんです。オビソートを打っておおよそですね、数時間ぐらいでもう効き始めます。で、それがだいたい患者様が見てると 3、4日ぐらいは持つかなっていう感じなんですけど、やっぱりもう1週間ぐらいするとちょっと切れていらっしゃるので、じゃあオビソートやりますって言っても、じゃあ週1で何回か受けていただくというような感じになりますね。本当にもしも本当にもうしんどいっていう場合はオビソートという方法あります。で、実際にですね、私もオビソート使ったことあるんですよ。どういう時に使ったかっていうと、目がもう重たくて重たくて生活に支障があるぐらいで、もう本当にもう周りの人からも目がちっちゃくなったとかって言われるし、自分も頭痛もするし、もうしんどくてしんどくて一刻も早くって言われた時に使ったことはあります。私の患者さんでありますその経験。あともう一個は他の先生で対応したボトックスで眉間を打った時にちょっと多分少しね、片っぽの目がこうやってちょっと開きにくくなっちゃったんですよね。で、これはもう本当にレアですね。本当になかなか起きない合併症なので、結構その先生もちょっとびっくりなさって、でその場合にご相談を受けて、私がオビソートを何回か対応したっていうことはありました。あともう一件がエラーであるんですね。エラーで、その方がエラーにボトックスを打ったんですけど、エラーのボトックスと私がね、糸リフトを同じ日にやったんですね。で、糸リフトをこう入れてて、糸リフトの麻酔薬と多分ちょっとエラーのボトックスの薬がひょっとしたら少し混ざったのかなと思うんですけど、多分ボトックスが若干拡散したんですよね。で、そんなにひどくは全然ないんですけど、若干片っぽが少しだけ口角がちょっと上がりにくいっておっしゃって、どうかな、本当にこれボトックスかなと、まあひょっとしたらもともとの作用差もあるかなっていうところもちょっとあったんですけど、ただその方ね、ちょっと歌手の方でね、人前でやっぱりこう歌うっていうお仕事をされてる方だったので、ちょっとその方に関してはもともと糸のダウンタイムとかもお伝えしてたから、まあ、直後にもちろんなんかそんなお仕事大事なものとか入れてらっしゃらなかったので大事には至らなかったんですけども、まあ、その方に関してはオビソートをやっぱり提案してご紹介したって。だから私過去に3回経験あるんですね。で、その3件とも、オビソートあんまり正直高い期待値を持たせずにですね、まあちょっとやってみるけどそんなに大きく変わらないかもしれないけどやってみますかっていうような言い方でご紹介をしてやったんですけど、3人とも、まあ、やるとやっぱり1週間ぐらいは調子はちょっと良くなったとおっしゃってましたね。だからだいたい5日ごととかそれぐらいで何回か来ていただきながら徐々にちょっと良くなってきた気がするっていうことで、オビソート卒業っていう感じで対応させていただいた経験はあります。一方でまあオビソート打つほどでもない、まあいつもよりもちょっと今回効いてだ
となく突っ張る感じするなぐらいだとしたらば、まあ、馴染むのを待つか、あと一般的に温めるとボトックスは効果が早く薄れるとかって言われていたりするので、なんか皆さん一生懸命なんかホットタオルとかなんかこう温かいもの当ててですね、効果を早く切らそうとしてらっしゃる方もいるんですが、なんかボトックス打った直後だったらね、それも意味あるかなと思うんだけど、ある程度の効果が確定してる時に温めて、どこまでそんなにそれが効くのかなっていうのはちょっと少しなんかエビデンスがどこまであるかなっていうのは悩ましいなと思うんですけどね。まあでもそういうことをおっしゃっている先生もいらっしゃったりしますね。はい。オビソートっていうのはお金かかるんですか？状態によると思います。当然例えば当院で注射させていただいて、まあ、我々の何か主義が理由で明らかにそう難しいような状態になってしまったっていう場合には当然無料で修正はさせていただくということになると思いますし、ただ状態によると思います。ごくたまにいらっしゃるんですよ、ご自身でいろいろ調べて、もう私はもうきっと効きすぎてるからこれ打ってくださいっていらっしゃる方がいるんですけど、まあそれは打つほどでもないかなってこちらがちょっとこう申し訳ないです、判断する場合もあるかなっていうところは正直なところはあります。あともう一個はこうさっき言ったみたいに、もう例えば3日目ぐらいでちょっとこうパニックになってクリニックいらっしゃって、いやでももうちょっと待ったら良くなるよっていう時もあるんですよね。でこういう時は中途半端にオビソートとかしちゃうとわけが分からなくなるので、もうちょっと待ったら良くなるよって場合の時はむしろちょっと待ってくださいと、できちんと理由を説明して様子を見るか、もう本当に一刻も早くなんとかってことであればむしろボトックスを足す、効きが甘いところに足すっていう方が大事ですねっていう話をしてご理解いただくっていうこともあるかなとは思います。本来そのさっきの糸リフトとボトックスっていうのは一緒にやっちゃダメなものなんですか？ですね、やっちゃダメってことではなくて、結構小顔治療で糸リフトを紹介するクリニックさんとか先生も多いと思うので、エラーのボトックスと糸リフト同じ日にやる先生も結構いますが、私はその経験を一回自分がしたので、それ以降は同じ日にはやらないようにしてます。で、それはまあ自分がそういう安全面への配慮をしたいっていうのも一個ですし、あと医学的に考えてもエラノボトックスって打って効いてきて小顔になってくるのはちょっとね、やっぱり 2,3 週間とか1ヶ月かかるんですよね。で理屈で考えたらさ、小顔にしたいと思った時にここをこう糸で上げたいんだったらエラノボトックス先に打っといて中の筋肉を痩せさせて、その痩せた筋肉に沿わす感じで皮下組織を上げた方が綺麗になりますよね。糸が緩んでくる頃にちょうどエラノボトックスが綺麗できたら、それはそれでなんかこう変なたるみ感が一気に出ずにいいかなと思うので、まあ、そういった効果っていう観点においても私はもう今は同じ日にはご紹介しないようにしています。はい。ボトックスという治療はですね、簡単に見えて実は難しい治療で、もう私も今までこうやって偉そうに授業をしている中でも実際にボトックスが効きすぎてしまったというご指摘を受けてボトックス修正の注射を使ったという経験もあるぐらいなので、もし仕上がりに関してご不安なことがあったりした場合は遠慮なくですねクリニックにお問い合わせをいただいて、その先生に今の状態を見てもらうということが、ひょっとしたらまあその時修正が必要か必要じゃないか置いといても、それ以後の患者様の治療の参考にもなりますので、まあ、ご不安な時はまあ店に行くっていうのも一つかなとは思います。で実はそうすると思っていたほど深刻な状況ではない場合もありますので、一旦そういう意味で言うとこの YouTube 見てる方、ご不安な方がいればクリニックへのお問い合わせをお願いいたします。